の障害を始めさせまた守りそして全うさせていただける全て恵みであることを心から感謝いたしますイエス様の十字架の血潮が今も効力を発してまた聖霊が注がれて神の御言葉通りに我らを作り上げてくださることをありがとうございます今までも神様は最善をなさりまた祈れば変わりましたそして私たちはそれぞれの 生涯を今21世紀のこのこ時代に私たちは生かされておりますいよいよ神の歴史を作り、使徒行伝の29章を書き続けることができ、あなたに栄光を期することができるように導いてください。今日の学びも、ここまで導いてくださいました、終わりまで全うさせてください。すべてを期待し、あなたがこの祈りに応えてくださったと信じ、イエス・キリストの皆によって合わせてお祈りいたします。アメン よろししくお願いします、えー、ペテロの第一の手紙を学んでおります、まあ、今日が最後の表日ということでございますが、えー、第一はあ神ののの恵みの確信とといいうことでございました、えー、何を我らの過去において、えー、受けたのかと、まあ、それはあ新しく生まれ変わらせる恵み神の道からに守られる恵みそして えー、神の栄光に預からせる恵みであると、まあ、イエス・キリストが私たちにお与えくださった恵みはそのような一貫しているるものであるとだからあまあ物価がこ,こ,このような高騰してくるとあの白菜でもですね、えー、1はあ1株全部よりも半分とか4分の1とか、まあ、切って売ってますよ。 まあ、私たちは恵みをぶつ切りで買いませんように恵みを用意された一株全部いただきますように、まあ、あ私たちはともすれば救いとか精霊のバプテスマとかえそして栄華せられるということをね、まあ、そのように、えー、恵みのプロセスはありますけれども私たちはその恵みをぶつ切りでいただくという。 ここととで終わることがありませんようにね、まあ、今日も「ワーシップ」の選曲とってもふさわしい良い流れでございましたね。まあ、そして、えー、イエス様の父親を賛美しました、まあ、イエス様の父親は確かに最初に私たちがイエス・キリストに出会った時過去の全ての罪は取り除いて、えー、許していただきましたね。 でももその父親は今もなお続いていると、すなわち継続的に許された罪人ですから今度はそれにふさわしくなるために父子がなお清め続けていてくださるということを賛美しましたね。まあ、そういう意味においてイエス様が用意してくださった神様がご計画してイエス様が十字架と復活を通して成し遂げられたその救いを全部いただくと。 まさにですね中途半端にもらわないようにと、まあ、私が進学生の時にいつでも校長先生がですね神様がイエス様を通して用意されたその恵みは最高にもらいなさいとそしてもらってあなたが最高の状態であり続けなさいとこれはあの本当に大きな挑戦でしたね。 だからいつでも、まあ、イエス様が100%っていうことで印象に残ってるようでございますが今度は神の最高の標準に私たちが生き続けるということを、まあ、チャレンジさせていただきたいと思います。まあ、そういうういいい神のの恵みをいた,だいたということこが我々の過去で現在のことは神の真の恵みの実践。でそこに動機がありました。 そして模範がありましたそして適用があるということですねで、この神の誠の恵みの実践の第一はこの立派な振る舞いまたは美しい行いということです私たちは救われるためには行いはいりませんでも救われて神の子になった以上は神の子にふさわしい行いが要求されるということですね まあ、そういう意味においてこの恵みの世界ではあるけれど神様が用意されたものをイエス・キリストを通して受け取った私たちは私たちが今度はキリストが歩まれたように歩んでいく。で第一番目にこの神のまことの恵みの実践の第一は立派な振る舞いだと。でその時にイエス様の十字架のモデルが提示されました。その特徴は 神様への絶対依存だったってまあ外側から見ると馬小屋の誕生30年の大工の小菅里の生活公の生活枕するところもないようなあそういう生活そして果てはね十字架でしょそしてお墓に葬られるまあ表面的に見るとなんか理に合わないっていうか。 こんんなに踏んだりり蹴ったりの生活でもイエス様の十字架の姿には父なる神様にお任せになったってありましたねもうたとえそのように踏んだり蹴ったりでたとえ終わったとしてもね神様は自分のために最高に最善に最上のことをなさっているというその確信のもとに基づいて 神様に依存された。まあ私たちも時にはですね、不当な扱いを受けると言い訳を言いやすいですよ。でもイエス様は言い訳しなかった。神様にお任せした。もう一つの姿は、イエス様は神様に絶対依存されたということですね。まあ私たちも、えー、そのようなことで立派な振る舞いの姿は、このイエス様の十字架の、 絶対依存と絶対、えー、その神様に依存されたお任せしたということと、この絶対、えー、神様に従われたというそのお十字架の姿をそこで見るわけであります。で、もう一つはあ今度は健全な両親、えー。それは三章の十六節の中に。 健全な良心とここでありますけれども、まあ、立派な振る舞いまたは良い振る舞い、えー、その中心は15節、心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい」英語では「サン h ティファイ・ i ロー o イン・ h e ハート」という言葉になってます。 まあ、サンクティファイというのは性別するとまたはそのように洗い清める正常、えー、そして、えー、所属まあ清めるという意味はあ本質的にそのように、えー、イエス様のものになる、まあ、私はお話ししてお話しして えー、ペンマニアですけども、えー、欲しいペンがお店にあるとでも、えー、お金を払わない限りにおいてそれはお店のものですでも、えー、お金を払って自分のものにするならばもうこのペンはお店のものじゃなくてこっちに生息しますよね性別というのはそういう意味で分かたれるということです。だから私たたちははイエス様のもととににに来たという,時にはあのもう他に 属、えー、していないなはずですよでも案外私たちはイエス様を迎えておりながら心の中に自己中心が残っていたり情欲が残っていたりこの世が残っていたりするそうするとイエス様は居心っていう方はね非常につつましいお方ですので「私を迎えてるのになんでこの人がいるんですか?」とは言わない人なんですよ。もう本当に の先生のようにすましいお方なんですよねですから気が付かないと私たちはイエス様はますます小さくなっておられるんですよ。で、えー、イエス様文句は言わないからこれでいいのかなと大体多くの方は思いながらそうやってねおられるんですよ。まあ時々日曜日に礼拝に出てメッセージを聞いて「あイエス様十分」 扱ってなかったなと言って申し訳ございませんと言って日曜日はイエス様にあの全面的にお迎えするんですけど月曜日から家へ帰るとまたイエス様どうぞ他の方へどうぞ出てくださいってで自分が乗り出してくるとお心当たりございませんいやそんなことはないと思いますけどまあ性別という意味ですから本当は私たちはイエス様を迎えた以上は自分がゼロイエス様100% っていうのが性別ですまた、あ「正常」それにふさわしく私たちは洗い清めていわゆる「他の要素がないと」とそれがあここで、えー、心の中けでキリストを主導し「主」と「し聖なる方」としなさいと「聖なる方」としなさいというふうに訳されてますけどもそういう意味においてこのお方以外に他はいませんと。 洗いい清められていますそしてもっと素晴らしいことはイエス様が私たちのものになるでイエス様の私たちもものになるとまあ一心同体そういう状態をこの私たちがあ健全な良心、まあ、機能コンシェンシャスということで良心というのは根内々と共にサイエンスするということで経験 知識そして神様と共にということを話しましたけれども、まあ、そういうことをするためにはそしてこの心の中でキリストを主としなさいということはある役ではアアンパイアになっても,らいなさいともう野球のゲームの中でもう決定するのはアンパイアですよね主心であります。 まあ、そしてそれぞれの一塁ベース二塁ベース三塁ベースもどちらがああ早かったのかを判定するわけですねで自分勝手に判定してはならないわけでもう完全に主のアアンパイアに従う必要があります、まあそういうことをここで、えー、私たちが健全な振る舞いをしていくその行動のもとにあるのは健全な良心であると。 いうことですねで、両親というものが、えー、本当に性別そして政治を所属イエス様と全く一つになっているものになりなさいとまあ、こういうふうに進めているわけですまあ、そこでもイエス様の十字架の姿がこの描かれておりますすなわちそれはあ2章 その三章の十八節でしたねキリストも一度罪のために苦しみを送られました、まあ、ここでキリストもという表現になってますねそれはあなた方がそのような健全な良心を持ちなさいキリストを心の中に主としなさいとその私たちに言われてますからキリストもですよ あなたにそう言ってるだけゃなくてキリストもそのようになさったんですよということでキリストもと言ってるわけですねえしばしばあの牧師として注意しなきゃいけないことは日曜日に聖書を通して、えー、メッセージをすると。で「神様との関係はこうあるべきだ」家庭の中においてもまた社会の中でもこうすべきだと言いながら。 牧師自身が家庭でそうしていないアメリカの話ですがそのように素晴らしい説教をしたらですね奥さんが後ろから「もう二度と講談から降りないで家に帰らないで」って <laughs> 言ったって <laughs> 結局講談の先生と家の先生が「違うだからもう降りないでください」って「帰らないでずっと講談にいてください」と。 まあ言われたっていう上空があるんですけどもでもここで「イエス様も」と言われてる「も」と言ってるのはあなた方だけに言ってるんじゃないイエス様もこうなさったんですよ一度罪のために苦しみを受けられました正しい方が正しくない者たちの身代わりとなられたのですそれは肉においては死に渡され霊においては生かされてここで明確にイエス様の十字架が もう一度別な観点から言われてます肉において死霊において生きる明確な切り替えがなされている一方において死一方において生きる私たちはそのような切り替えを魂の中に 明白にしていなければならないということなんですね。まあ、イエス様も明日は十字架にかけられるという前の晩、弟子たちと最後の晩餐をされて、そしてヨハネの14章15章16章に3章にわたって最後の決別説教をなさいましたね。まあ、イエス様の記録された長い説教の記録は2つありますね。 一つは山の上の説教また五567この3章にわたるイエス様の山の上の説教それからもう一つは今のヨハネ福音書14章15章16章、まあ、ですから時間があるときにはこのイエス様の記録された説教をじっくり味わう何回も読み返すということはいいと思いますね。でこののヨハネの 福音書に記録された決別説教をなさった後そして自分はあゲッセネに参りますいつも祈りに行かれるところはそこだったんですね、まあ、そして12人の弟子たちの中から3人を自分のそばになお引き寄せてで小石を投げる距離ぐらいに離れてイエス様は一人祈りに入りました。でお父様 できることでしたらこの苦い杯を私から遠ざけてくださいと祈られましたまあ、昨日も申し上げたようにもうそこでイエス様がですね神様分かってますよ死ねばいいんですよ死ねば決まっていることをやりますよ そういういいいななイエス様に私は救ってもらいたくないですね何か私を救うのにこんなね死ねばいいんですよ死ねばこの人のために死んでやるよってそういう人には救ってもらいたくないですね憤ったイエス様ではなくて苛立ちのないイエス様の十字架の苦しみ方本当に何の苛立ちもない。 時々私たちは「何で私だけこの十字架を負されるの?」なんてですねあの人は楽してこの人も楽して「俺なんで私なんですか?」って時々思うことがあるんじゃないですか <laughs> 思わずうんってやりますけど <laughs> 素直で結構ですまあそういうふうになりやすいですでもイエス様は「できることでしたら」っていう言葉を使いました。そこにイエス様は神の子である と同時に人の子であるやっぱり人間の十字架の処刑の苦しみが分かっていましたからできることでしたらと言えましたでも最後にイエス様は私の心ではなくあなたの御心を行ってくださいと素直に神様に従いましたねしかもイエス様は3度祈ってやめられました私たちは注意しないとなんか4回も。 回回も6回も「だってお願いだってお願い」って言ってですね何回も繰り返してまあ神様は最後はですね「どうしてもしたいのか」はい」ってほんならしなさいって「よかった神様からこれで OK 取ったそう誤解しないでください」あなたの粘りがちと思ってもそれは「そんならやりなさい」 結果はあなたが責任を取らなきゃいけませんよって言われるわけですよね。でもイエス様は3度で終わりました。分かったわけですね。神様の御心が分かったから。でもいざ十字架にかけられてあの午前9時から午後3時まで6時間の間十字架にかけられていた時に7つの言葉を言われました。そそしてその中で 今まではヘブル語でイエス様は言っておりましたが突然エリーレ,レマサバクターニーって言われたんですね我が神、我が神なんで私お捨てになったんですかどうしてお捨てになったんですかまあアラマイク語っていうのはあのイエス様があのなざれで、えー、生活を30年送りました そそのの時にその地方でで使われていた言葉なんですねもう本当に苦しいその真っただ中でイエス様は少年時代から送ったその言葉で「エリエリレバスバクタリーリ」って言われた捨てられないはずのお方が私たちの罪の身代わりとして捨てられたんですね。そそのの中にあるそのスピリットは 人間草感いわゆる「いわゆる死んだ」とね人間の全てに死んだそしてやがてイエス様は三日目によみがえられた生かされた、ね、この「死んだ」「生きた」という原則これが私たちの中にアンパイアとしてイエス様をお迎えする時己に完全に死んで。 100%精霊様によって生きるという霊の生きるという命と肉における死というものを明確にイエス様はしていたんだということですねそれが原理で立派な良心または健全な良心を持ってイエス様をアンパイアとして私たちは迎え入れて自分の生活をコントロールすることができると言っているわけですね。 で、第三番目のこの良いという言葉は、四章の十節の中に、それぞれが賜物を受けているのですから。神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使い合いなさいと言われてますね。この第三番目の、私たちが立派な、または良い、美しいというのは。 良い恵みの管理者にになるようにレジュメの17ページですよね。でこの一段の教えの中で今までは同期というものが一番先に来て2番目が模範3番目が適用だったんですけどこの場合は4章1節2節に模範が先に出てきます4お1て 苦しみを受けられたのですからあなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい肉において苦しみを受けた人は神との関わりを立っているのですそれはあなた方が地上での残された時をもはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるためですここで同じ十字架 ペテロは持ち出していますけども、第1第2の模範ではなくて第3の模範ではですね一つはですね思い切った犠牲というのはですね肉体における苦しみまた罪との関わりを断ち切ったとまあイエス様も神の人であるけども人間人の子でもあります。でですから、いつでも、 そのような誘惑とか試みとかいうものにさらされるまあバプテスマのヨハネから水のバプテスマを受けて早速精霊に満たされましたでもアラノに導かれましたねまあアラノ,アラノですよ本当にそういうところは行きたくありません、うん、でも <laughs>、まあ、通じたのは十分の三だったんですけど。<laughs> <laughs> まあそれは私たちもあらノーですよですかあらノーってですねでも悪魔との対決をしたということはね神様のご計画の中でやがては十字架に命を捨てていくという大きなこの使命を果たすためにはその背後にねいろんな事情境遇や 経済的なことや人間関係や、いろんなことが起こってくるでしょう。でも一番の目をつけなければならない、その伝道の対決相手はね、悪魔ですよ。いや私たちはいろんなあ教会の形があるし、また奉仕があるし、 そういう中で「あああの人と一緒にやるのは問題だな」とか「あの先生のもとに働くのはちょっとやりにくいな」とか「こういうチームではちょっとのーと思う時がありますけど皆さん注意しないとその背後にはあなたが不都合と思う背後には悪魔が働いてるっていうことを知ってください。悪魔の思うつぼにはまることがないように見破ってください。まあ、そういういことでイエス様の 公の生涯の一歩は荒野で悪魔との対決をした、まあ、そして悪魔も御言葉を使ってその誘惑しましたけどもイエス様は見事に同じ御言葉を持って悪魔を対決したわけですねまあそういうことで、えー、罪との関わりを完全に断ったこれが一つの面すなわち思い切った犠牲。皆さん私たちは 何をやるにしてもねこの「思い切った」というねそういう姿勢が必要ですよねほどほどにとかまあまあとかね妥協しないでください。本本当当ににどんなことでも思い切った本当に心を込めて 「心込めて歌おう」こうならなきゃね「心込めて歌おう」全然心が入ってないわけで <laughs>、まあ,あ本当にそういう意味においてね私たちは思い切った犠牲まあ今回このような LED 変えられた。 ある卒業,卒業生の方が。まるまる大金を献金してくださった。<laughs> 思い切った犠牲ですよね、これは。<laughs> いや、思い切ったことですよ。レフターに二枚を捧げた。その女に対して。イエス様は。持てるすべてを。捧げたって。ね。脇道ですけども。あの、私が進学校に。 えー、入学したのが1954年ですがその進学校の創設者の一人バックストンという先生がね、えー、1890年に日本に来られて、えー、そちら2年の日本語学校を経て松江というところに、えー、伝道に入ったんですよね。まあ、そして、えー、もともとバックストン家は そのバックソン先生のおじいさんにあたる方が英国で奴隷解放をしたという貢献が認められて「Sir」というねいわゆる伯爵公爵公というその爵位をいただいたただ方なんですよまあその方のマンションに私は連れて行かれて「何々家のバックソン家のこれから敷地に入ります」とって母屋まで行くのに2キロメートルがあったんですけど。 そそしてそのおもやは40ぐらいのお部屋があると大城じゃないの、ねまあ、これが英国でいう「マンション」ですよと言われて、えー、日本のマンションは「マンション」だなと思って <laughs> 思ったわけでございますけどね、えー、その先生の日本に来られた時もともとクリケットやったら優秀な選手だったしあの学識もしかも あのケンブリッジの卒業生です。で非常に百位があるその家の家柄もあって、まあ、政府からあの認められて是非この英国の指導者になってもらいたいという要請があったんですよしかし彼は全てを断ち切って日本の伝道に来たそしてしかも松江というそういういわば日本の 三陰地方ですから電動がなお難しいというところにあえてまあ行かれたんですよけれども彼は若い人々を一生懸命に受け入れてそして導いてそれで自前でえ建物を建ててやはり貴族での方ですから相当の資金力があってえもう若い人々を丸がかえでえ止めて そしてお小遣いまあそれが「赤山講和」という,う本の中に残ってるんですけどその中でねあの先生は皆さんは神様から与えられたまたいろんな奉仕をして与えられた収入の10分の1を捧げるでしょうと「まらき書三章十節ですね。とするならば私たちは十分の 1>, 1の時間、1日24時間、十分の1の時間を神様に捧げるべきではないですか。まあ、それから1日3時間の祈りを捧げるようにというまあ、チャレンジを私は受けてそれを守ってるわけなんですけども、まあ、それとともに先生はどうぞ神様に十分の1捧げられたら、自分の収入の十分の1を今度は 自分の将来のために備えておきなさい。だから、与えられた収入の十分の八で生活することを覚えてくださいというお勧めがあったんですよ。金、ま、井、あ、は同じ新学校の卒業生ですので、そこでまあ私はあ結婚して、そして金井もそういうメリットで、まあ、実際に結婚して六十三年、その六十三年の。 与えられているわずかな収入であるけれども、その十分の一を紙に下げ、まあ、最近は十分の二ぐらい下げますけれども、そして十分の一を自分のために備えてまいりました。まあ、こうして、コロナということで、二、えー、年前の四月、五月ぐらいは、もう全くすべての教会の集会がキャンセルされました。まあ、あということは、私は一九八十九年。えー にフルタイムのあの伝道とフルタイムのお神学校で教えることと始めました。で、もちろん,うんリバイバル聖書年学校の校長にはなりましたけど、私は校長という謝礼はもらわなかったんですよ。まあ授業をすればその授業に対する謝礼はいただいてましたけど、校長というまとまった その保証された給料はなかったんですよ。リバイバルミッションの代表になってましたけど、リバイバルミッションの代表という給料はなかったんですよ。まあミッションで、えー、メッセージをする、まあ他の講師よりはちょっと割り引いて、ええー、ちょっとお手当てっていう程度にいただいてまいりました。ですから私は1989年からそれまでは自分が所属していたあるうその まあ、私は進学校の校長をその時してましたがその時はその進学校からのいわゆる「毎月」の謝礼は頂い,いておりましたがそれ以後はどこにも正式な「毎月」のサポートはなかったわけです。で今日まで私が体験したことは神様という方はご真実で本当に憐れみ深いお方ですから決してマイナスにはさせて 来なかったと同時にこの十分の一を蓄えていたということは大きなあの支えになりました。ですから慌てることなくね主にお仕えすることができたわけですね。まあその途中でえ今から二十年前え神戸から私たちは現在の高槻に引っ越しをいたしました。でその時にまあ私たちは あ自分の今まで蓄えていたものを持って、えー、新しい土地を求め家を建てようと思ったんですところが神様っていう方はすごい配慮のある方ですね、えー、1995年にはあの阪神大震災が起こったんですよそして、えー、長田区は大火事になってで、えー、その時私は義理の母とその同居していたんですね。 でその時に、えー、その母の家は全くあれだけのマグニチュード7コンマ4でしたか7コンマ2でしたかそれですっごく都市直下型の地震でたくさんの被,害者被害あの被災した方が出たんですけどもう屋根の瓦一枚落ちなかったんですね。 ひび割れのひびも一つもなかったんです。守られたんですよ。で、えー、もう一つは、あの義理の母が、義理の父が召された後。あの、家を三軒ぐらい建てるほどの土地を持ってたんですよ。でも、借りた人が家を建てて住んでましたから。自分の夫が亡くなってから、自分の財産として引き継ごうとしたけども。 家を建てて住んでる人がいましたからどうにも処分できなかったんですよところが何と頼みもしないのに神様が潰したんですね地震で <laughs> そしてその人たちはあの神戸市の方が動いて新しい都市計画がありますからあなた方はあ別なところに土地をあげますからそこで家を建ててくださいって言ってで母が持っていた土地を神戸市が買い上げてくれたんですよまあ 興味はありましたたけど、いくら手に入ったんですかなんという質問はできないですよ義理の息子でも。でその後、7年経って私たちが高槻に家を建てることになった。だから母があ,のあなたと一緒に私も神戸から移って一緒に生活したいいそのようなつもりで私たちも計画してます」って言ったら「提案がありまして何ですか?」って言ったら。 その土地代を全額持たせてください「じャーッ!」と思ったんですよね <laughs> すごいじゃありません神様っていうお方は見通すお方ですよねまさにそういうことを通してこのような被災ということを通して神様はそのような余裕を母に与えてそして私たちに提供してくださったまあそういうこともあってですね 本当に神様のいかにその十分の一を下げ神様に十分の一を蓄えておくようにということは非常に大きな私たちへの教訓になってるんですねまあ皆さん方もこれからぜひそういうふうな努力をしてみていただいてそうしたらですね本当に神様が私たちをどんなに かかっていていくださるとうことが分かりますよ、ねまあ,あ横道にそれましたけども何を言いたかったかということはこのイエス様自身が思い切った犠牲を払われたもう一つは何かそれは四章の二節の中で神の御心に生きるようになる神の御心に生きるここには思い切った集中ですよね。ま,あ、まさに私たちは そういうことを通して、まあ、何回も言いましたけども。詩篇の四十篇の八節、我が神を御心に従うことは、私の喜びです。まあ、私たちが本当に神様の御心っていうのは。ロマ書の十二章の二節を見ると。最高、最上、最善である。だから、私たちは神様の御心と分かった以上は、必ずそこに。 思い切った集中、そこに集中してください。まあ、食事の時の交わりの中でも。あの質問があったんですね。私たちが神様の御心を知って、どのように歩んでいくか。神様の御心を知るということの中で。まあ、パウロ先生のように、あのダマスコ途上で。不思議な光が照らし、お声がかかり、見てに、えー。触れられて、彼は。 目も見えなくなくりそして、えー、アナニアという人のところへ行って導かれますがはっきりともう人の働き二十六章のお中でこのパウロよあなたはこれから違法人のために福音を述べ伝える人になるというもう明確に神様のすべての計画が初めから示されるというケースがあります。けれども 他の場合にはですね、ヨセフの生涯を見るとあのようにしてヤコブの息子として生まれお兄さんから恨まれてエジプトに売られポテパルの家で不当に扱われそして刑務所に入っていく。でヨセフの生涯を見ると全部閉じられてるんですね。ででも一歩一歩歩、そういうい中でヨセフは神が共におられた ということをいつでも神様の目線で見続けておりましたやがて時が来て王様が夢を見てそれを解き明かしそれによってエジプトの最小にまでなりましたねやがて貴金がその地域全体に及んでそのヤコブ子供たちにも貴金が及んで買い出しに来るわけですまさかあの少年ヨセ,ヨセフをあのように お兄さんたちは目の前にいる人がそのヨセフとは思いもよらないでしょうねまあいろいろ紆余曲折がありましたけど最後に「お兄さんヨセフですよ」じ,ゃじ,ゃじ,ゃじゃって「ジャ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 ジって聖書にはそう書いてないけどもみんな驚いてその時ヨセフは何と言ったか「神様は先回りの恵みを持って私をこのように扱いました」。 だから神様の御心はヨセフの場合には一気に示すんじゃなくてその都度その都度示されてきたそこから受ける教訓は何か私たちが御心は何かって神様の前に探す時慌てないで自分が今置かれているこの立場と方針をしっかり身につけていくということですね。そそうするならばその先に神様が 一つ一つ見せてくださって歩むべきその門を開いてくださるわけですねよあのヨハネの目標の中にフェロデルフェア教会のその教会に書き寄って誰も閉じることのできない開いた門をあなたの前に置いたと言われますよね だから日記も察知もいかないどうしようかどうなるんだろうか神の御心がどこにあるんだろうかと思うような時にもどうか慌てないで目の前に開かれる一つ一つの門を忠実に果たしていくならば神様が最終的に、えー、何をあなたを用いて 行、えー、ったららいいいのかかとうことを明らかにしてくださるとだから慌てないで今の与えられている使命をしっかりと果たしていくということですよね、まあ、そういう意味において、えー、神の御心に、えー、と分かったならばその御心に、えー、思い切った集中をして生きられた、まあ、それがイエス様の十字架の大事 えー、3の姿ですこれを適用するならば4章の1節からこの6節の中で特に1節3節はですね「キリストは肉において苦しみを受けられたのですからあなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい同じ心構えで」ということを言ってますから私たちもキリストの思い切った犠牲と集中を自分の生涯に適用していきなさい。 ということはいつでも私ではありません、ね、あなたご自身完全な自己否定をする十分な罪の生活からの決別同じ過ちを繰り返すことがないようにまあ人間は完璧ではありませんいろんな領域で罪をふっと犯してしまう場合があるでもそれを繰り返すような浪費はしてはならない。 不思議な生活と4章4節異邦人たちはあなた方が一緒にどう越した同じ宝刀に走らないので不審に思い中傷しますえー、あなた方どうしてそういう生活するんですかと まあ日曜日だったら一般の人は日曜日は寝て曜日言ってですねゆっくり休んで遅く起きてきてお昼と朝半を一緒にしてブランチってこれで食費1食分儲けたなんてケチな計算はしてますけどまあそういう考え方ではないね、ま。あ どうしてそんなに日曜日なのに早く起きてまた教会行くんですかとそして1日、えー、教会で使えるんですかとそらあなたはいつ休むんですかって結局は休みがないんじゃないですかと世の中の人から見ればクリスチャンの生活ね不思議に思うと思いますでも私たちは神の御心の中でそれを喜んでしているわけですよねで4章5節を見ると 彼らは生きて,いる,生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになりますとまあそういう神なし物質中心人間中心の生活をしイエス・キリストが述べ伝えられてもそのキリストの十字架と復活を聞いてもそれを受け入れないでいるならばどうしてそういう生き方をしてきたんですかと申し開きをしなきゃならない。 最後の審判の日がありますよね。クリスチャーになった人は最後の審判は滅びかか救いいじゃないんですよ私たちはイエス様を信じた時にすでに滅びから救いに入れられているんですよね。で最後の法廷で私たちが裁きを受けるっていう裁きはどういうご褒美をあげようか。 というい論考交渉なんですね滅びか救いかじゃなくて私の名のために私の神の国の働きのためにどれだけ生活してきましたか良いことをしてくれましたかあのマグラルのマリアがナルドの壺を割ってそして思いっきりイエス様に注いで自分の髪の毛でそれを拭いたとあります。他の弟子たたたちははなんででこんな無駄って言いまましししねでもイエス様は評価しました 私のために良いことをしてくださったまあそのようにイエス様のために良いことをしたというその度合いの論功交渉が私たちにとっての裁きですよねでもイエス様を拒んできた人にはその時に申し開きをしなければならない私たちに不思議な生活をしてきたというけれども彼らはそのように自分で責任を負わなければならないと。 もう一つはですね私たちの終末の生き方、4章の7節から11節の中で「万物の終わりが近づきましたですから祈りのために心を整え身を慎みなさい何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい愛は多くの罪を覆うからです不平を言わないで互いにもてなし合いなさい」。 というような言葉が言われています心を整え身をつしむソーフロネオというギリシャ語が用いられておりますけれどもそれは資料分別がある正気になるまあ私たちは十分考える必要がありますエペソの中にもいても今は悪しき時だからあなた方はあ身をつしみなさいそれは十分考えなさいすなわち私たちは日二十四時間 私は36時間欲しいでも24時間が来たらもう次の日になっちゃうんです。ということは24時間をどのように有効に無駄なく生活するかというために知識が必要ですよ努力が必要ですよね。また私たちの賜物は限られてます。 あ,あの人ああいうふうな賜物与えられてすごいな。こっちの人はこんなすごい賜物与えられてるな。自分はどうだろうか。まあ、自分はこんな程度だなと思いながら。その自分の賜物をさらに。それを100。百パーセント生かしていく。そのためには工夫がいりますよ。まあ、次の第三の。ところで、恵みの良い管理者で賜物を調査しますけれども。まあ、そういう,うなことで、私たちはまさに。 知恵が必要ですよ。私たちの賜物、時間。また私たちは、自分の人生のスパン。というものが、決まってますよね。まあ、昨日。エリサベス女王が。九十六歳で。この世の。七十年の王位を終えられた。という訃報が、入ったわけですけど。 まあ、70年ということはかなり多分世界最長ではないか、ねまあ、そういう障害の中で私たちも何年生きるかということは神様だけが分かっている。とすれば私たちはそういう残された日々を最高に神様に喜ばれるように生きるということのためには知恵が必要ですよね。慎むといいうううのはそういうことです だから時間を用いるそして自分の賜物を用いるそして自分の障害を用いる、まあ、そういうことで、えーまあ、よく私は勧めるんですけども。 人生のタイムラインというのをね、えーまあ、皆さんの出生ですね、まあ、そして、えーまあ、ここがあ主に召されて、えー、昇点する、まあ、そういう中でどういう誕生をしてどういう家族知人友人、えー、そしてからあ先生 えー、そしてやがて私たちはあイエス様との出会いっていうものはかなり大きいですよねイエス様との出会い。えそして教会生活やがて、えー、教会の中でいろんな種類の奉仕が入ってきますよね。 えー、そういう中で自分自身がやがて、えー、今度はイエス様からの証明をいただくとあなたの全生涯を捧げていきなさいで、えー、教会ででっちをするやがて進、えー、学校にも、えー、入ってくるとまあそういうことで今度は進学校を卒業してどういう方向に進んでいくか。 開拓に行くのか、ああ、伝道師になって教会に使えていくのか。まあ、そういうふうな、ああ、し、の奉仕の、まあ。いわゆる、専門。まあ、キリストに使えるというね、えー。まあ、教師としての働きが始まります。まあ、ここまでが実は、準備ですよね。 準備の時、そしてこのあとが成熟の時。まあ、そしてここが第三の時期がこの「焦点」を。 とということは準備をしてやがてそれぞれの教会に使わされていくそして自分が責任を負わされて教会を任されるというような時そしていろんな方針を通して私たちは牧師としてリーダーとしてねリーダーとして成熟してくると。である時期が来ると私たちの 人生の中で一体何をしたら神様は一番有効に自分というものを用いることができるかということが分かってくるね。まあ個人的に私とすれば今この焦点のあった時期に僕は来ているわけですそして私は伝道すること新学校で次世代の皆さん方を お,お手伝いすることそれから第3番目はすでに教会の牧師になっている方々がより、えー、ふさわしい、えー、教師になれるようにという3つの焦点を絞ったあ方針に今当たっているわけです。でこれがある程度おして、えー、もうあんまり出歩くことができなくなったっていったらあとは栄光の時へ。 もう何何にもももも言わなくても何をしなくくててをしいいんですもう私がここに立っただけで皆さんが分かって「あ分かりました己に死んで神に100%生きることですね」って何にも言わないのにもう皆さんがそう悟るぐらいになるというのが栄光の時で、えー、そして、えー、最終的には、まあ、イエス様の再臨が来るかまたあ私が召されていくかというようなこと。 まこういうタイムラインを皆さん方もあの一辺書いてみて、あ自分は何をすると神様を喜ばせることができるか、どんなふうに生きるはずあの生きたらいいのかということが見えてくるんですね。まあ、細やかにその調査をしていただきたいと思います。まあ、そのようにして私たちはあイエス様の思い切った犠牲、思い切った集中。 これを私たちの今の生き様に適応していくと、まあ、そういう生活をすると多くの人々の罪を負うことができないつぶやかないで不平を言わないで親切にすることができるそして何といってもこの4章10節それぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。はい、今、 チャイムが鳴りましたので次の時間にそのところから入らせていただきます天のとおさま私たちの生涯をこんなにまでもあなたがご関心を寄せて私たち一人一人を選んで召して今訓練していてくださることありがとうございますそれだけにどうかイエス様がそうであったように私たちも思い切った犠牲思い切った神の御心に 生き方に我らを徹底させてくださるようなお導いてくださいそうしてくださると信じイエスキリストの皆によって合わせてお祈りいたしますアメンでは20分休憩いたしましょうありがとうございましたありた風邪をひいてるような <laughs> 感じでございますけれども、えー、私たちは主の御手の中で元気いっぱいですねハレルヤ 神は最善をなさいます祈れば変わりますあなたは新しい歴史を作りますアメンハレルヤ。あなたの皆を賛美します今回も2学期を始めるにあたり梶川校長先生から成熟を目指しなさいとお勧すすめをいただきまた小さいものも第一ペテロの手紙をこのようにともに解き明かし 恵みを確認し、また実践し、そして完成にまで導かれることを学んでおります。主よあなたは今までの我々の障害の中に、常に最高、最上、最善をなさっておいでになりました。そして、祈りに応えて、あなたは私たちを、また事情を、境遇を変えてくださいました。また、あなたは必ず私たちを、名を整えて、 この日本のためにアジアと世界のために新しい歴史を作るようにお導きくださることを待ち望んでおります良き技を始められたお方はキリストイエスの日までに必ず完成してくださるに違いないと確信していますから喜んで学んで従ってまいりますいよいよあなたの身心に生かしてくださいそうしてくださると真摯この祈りを お答えくださったと感謝してイエスキリストの皆によって合わせてお祈りいたしますアメンではよろしくお願いしますまあ、今回も2022年度このようにして2学期にえ皆さんと共に学ぶことができ機会を与えられたことを心いっぱい感謝申し上げますまた梶川先生ご夫妻また諸先生方そして皆さん方に、えー ゲストルームにちゃんと歓迎カードがあってですね心いっぱい歓迎いたしますと、えー、受け入れていただいたことを本当に感謝しますまたいろいろなお世話をいただいて心から感謝しています学院最高です <laughs>、えー、世界中日本中これほどの整えられた良い環境を耐えられた学院はありません本当にますますす神様がこの クライス・フォー・ザ・ネーションの聖書学院をお持ちくださること、まあ、そして皆さん方があ生きた見本になって新しい学生がますます加えられてくることを主の皆によって祝福いたします30倍60倍100倍になりますように。アメンで、えー、今回はあ第一ペテロの手紙をまず紐解いてまいりました。で 1> 第1番目はあ神の真の恵みの確信、そして第2は真の恵みの実践ということで、えー、その実践の第1は立派な振る舞いそして第2はあ立派な良心、えー、そして、えー、第3がこの恵みの良い管理者ということであります。で、 四章の十節の中に勧、えー、めがあ,ありますそれはそれぞれが賜物を受けているのですからと書いてますねそれぞれっていうのは皆さん方一人一人ということです皆さん賜物を受けていると自覚してますか ななかなかね聞いても「はい」って言わないんですよ「分かりません」「いや私たまもの持ってません」「心得なさい」ってこう言うんだよ。「<laughs> ぼーっと行きたいんじゃねえよ」って <laughs> ここに「受けているのですから」と言ってますね。私ももう40年以上この牧師先生方方にににすでなっておられる方々に 共に学びの機会が与えられてますけど、僕先生の間でも自分がどんな賜物を持ってるかわからないという方が結構あります。ましてや、自分の教会の信徒の方々にどんな賜物がすでに与えられているのかということをね。発見することもしないままの先生が多いです。まあ、そういう中で、このペテロは？ 私たちがそれぞれの賜物を受けているのですからその賜物をよく管理する良い管理者になるようにというそのようにして「カロス良い管理者」すなわち賜物をしっかり自覚してそれを生かすことができるようになりますようにと言ってるんですね。えーまあ、そここでで物調査とということで聖書の中に3箇所 それが明確にされています一つはローマ人への手紙12章の6節から8節の中で予言予言というのは神に代わって御言葉を伝えるということですまあ、ですからあ原則的にあの教会の指導者としてまた皆さん方がいろんなあ集会で、えー、立てられて神様に代わって聖書からメッセージをするということは 基本的に予言ですこれはねまあそういうことで普通「予言」というと何か個人予言といってそういうミニストリーのことをえすぐ印象づけますけどももちろんそれも一つですけれども予言は原則的に旧約聖書の予言者が立てられているように神様の託された言葉を神に代わって語るということですね。そして奉仕まあこれは 教会の玄関板をするとか修法を印刷するとかまたはスリッパを整えるというような奉仕ではないんですねこの奉仕はまさにキリストが今生きておられるならばこういう時にこういうことをなさると思われるそういう奉仕ですよね教え 進め、この進めっていうのは、どちらかというと、慰めるとか、励ますという意味です。分け与える、まあ、あるところでは献金ということです。分け与える。まあ、皆様方がすでに分け与えるという賜物が与えられるかどうか。この次の日曜日、試してみてください。日本では、一番大きい紙幣は一万円です。 だから皆さんは賜物があるかどうか自分が持っている財布の中の一番大きい金額のを捧げてみてください。で捧げた後でねちょっと寒気がするとかね <laughs> 財布からあれがいってしまったと思うようでは分け与える賜物がないんです <laughs> で私ある熊本の教会でこの話をしたんです。そしたら 僕先生から連絡がありました。なんとたくさんの人が1万円を捧げそして捧げ続けてるっていうんですよこれは効果がありましたね、まあ、それから2回目3回目と招かれるようになってるんですけど <laughs> 指導、まあ、まさに墨汁、えー、先生指導事前、えー、良い働きを進める。 もう一つは第一コリントの十二章の八節から十一節。知恵。これは与えられている知識を有効に用いるという働きです、ね。知恵。知識は学問的な領域で。あの明確な知識に与えられること。信仰。これは私たちが救われるための信仰という信仰ではありません。例えば。あのカナンの地に入るにあたって。十二人の斥候を。 送りししましたえところがお土産物として抱えて持ってきたあのブドウはですねなんか一房型にかけたらその一番下のブドウが地,地面についたぐらいすすごいふさふささとしてますよね私もそういうふさふさとした髪の毛が欲しいと思いますけども <laughs> まあふさふさの意味が違いますけどまあそれぐらいのお土産を持ってきたんですけども十二人の中の住人は でもネピルムという巨人がいましてところで今年の巨人弱いねその <laughs> 巨人がいてもう私たちは入ったらバッタのようにねバッタバッタとやられるということでもう否定的に報告したんです。う 誠の力ある生きた神様があのエジプトから栄光の脱出をさせました荒野の今日まで毎日マナを振らせてくださいましたまた乾いた時に水を飲ませてくださいました肉が食べたいって言ったらうずらを本当にすごく集めて私たちは本当に食べ飽きましただからこの神様が一緒におられるから。 たとえ、そのような外敵がいたとしても、私たちは攻め上ることができますって言ったんですね。まあ、そういう類の信仰ですよ。まあ、私、いろんな指導者の先生とあのお導きをいただいて、えー、ご指導いただいたんですが、森山聡という先生がおられました。まあ、特に再臨信仰という集会を開いて励ました。わけですけど、まあこの先生の私は導きの中で。 あの献身を決心したんですね。まあ、先生、あの私にサインしてください。で、その時に先生はめったにサインをしない方ですけども、サインをしてくださった。その時に黙示録。2章10節時死に至るまで忠実なれ。で、この言葉を見た時に、私は実は将来牧師になるという決心を両親に話した時にもう大反対されたわけです。で動いてたんです。心が。 でもその時この言葉を見た時にもう決まったんですねそしてまあ結果としては感動されても進学校に入ったわけですけど、まあ、そういう先生です。である時会津若松から先生と一緒に旅をしてまいりましたところが天候が不順でいろんなダイヤが乱れてその予約していた特急が あの会津若松から東北本線の郡山っていうところに来て東京まで出るのにはもうその列車が遅れて1時間後でないと来ないっていうことになったでもどうしても森山先生は大宮っていうところにですね寄って病院伝導しなきゃいけないっていう予定があったんですよ、えー。そうしたらとにかくホームに遅れ遅れの特急が入ってきたんです。だからここに乗りましょうって言ってて言、えー 入っったたら満員だったんですねところがちょうどその森山先生の前の方がここ「森山ですかあじゃあ降りなきゃ!」っつってねそって置いて開いたんですよ。それででることができるそしたらアナウンスが流れて「この特急は大宮には止まりません」<laughs> 先生どうしますか?」「いや止まります」止まるんです <laughs> すごい進行ですね <laughs> そしてまあ大宮っていうところに近づいたんですよでアナウンスメントがあって、えー、この大宮には止まりませんでも今前の列車が詰まっているのでスピードを落としましたって言ってたんですよそして大宮に着いたらドア開かないけれども前の列車が詰まってたから止まったんですよそしたら 森山先生が車掌さんとか言って「私はここりなければなりません開けてください」とたんに「あわ分かりました」って言ってドアを開けたんですよ。それでは私は東京まで行ったんですが「森山先生さようなら」<laughs> すごい信仰ですねもう郡山から乗った時からアナウンスメントは「止まりません」って言ってんのに「止まります」そういう信仰その類の信仰です。それから癒癒しし、まあ、肉体の癒し奇跡 予言まあ予言はこちらにありましたね、まあ、一つダブってますで例の見分け識別力、まあ、非常に私たちは現代のこういう流れの中でね、まあ、自民党の方がいろんな調査をして何百人もあの統一う原理から統一原理って言いますか元統一から関係があったということを昨日発表しておりました。見分けけがつかなかなっっったてって言ってるわけですよ まあそういう意味において惑わしの霊が多くはびこってますので私たちは識別の霊っていうのは本当に必要ですよね。で異言で異言を解き明かす、まあ、ここに、えー、第一コリントの12章でありますそしてもう一つはエペソ四4章11節の中でキリストご自身がある人を使徒預言者伝道者牧師教師としてお立てになりました。まあ、ここに 重複ががあありまますから全部ととめると21のリスト例まば、まあ、そういう中であのピーター・ワグナっていう先生がさらにですねこれに6つぐらい加えて独身のたまものとか接待のたまものとか、まあ、そういうふうなことを加えておられます。でこれらを見ますと特徴があるっていうことが分かります。 一つは生まれつき私たちの環境とかまた家柄とか家計とかその生まれつきの性質というものが生かされて精霊によって生かされて用いられるというのは例えばまあ奉仕とか教えとか勧めとか分け与えとか慈善とかまあそういう領域は 生まれつきあこの人は思いやりがある人だとかまあ家の中でそういうふうな育てられ方をして非常に他の人を励ます同情をするというようなそういう生まれつきのものが精霊によって性別せられてたまものになるという特徴が第一。第二番目は、まあ、第一コリントの精霊のたまものにほとんどですけどもそれは 全く人間に持ち合わせがなかったのに神様が超自然的に働いて賜物としてくださっているということですねそれから第三番目に本質的にこの人、預言者、伝道者、牧師、教師これは私たちがリーダーとして神様が賜物として教会に与えておられるということです まあ、イエス様はこの御言葉の中で「ある人をある人をある人を」人を人をと言ってるで個人的に私の理解としては少なくともリーダーはこの5つの要素ね人預言者伝道者牧師教師というそういうものを要素を持ったものとして私たちは持つことがここで要求されてると、まあ、理解して受け取っております。 で、えー、ある方々は「私は教師としては向いていませんと」とまあ簡単に言う人がいますけれどもいやキリストご自身が私たちをそれは生徒を整えてだからリーダーの教会における使命は第一整えるということです。すなわち、そのの信徒の方が、 神様がキリストを通して用意された全ての祝福をみんなその人に授けていくということが第一整えるそれから第二その奉仕の技をさせと書いてます具体的に精霊の賜物を導いて教えて発見してそれを培って生かしていくそこに奉仕をさせるということがありますね。 で第3番目にキリストの体の体教会を建て上げるためだ、まあ、そういう3つの中身を持っている。でなかなかですねそういう領域でまあ現在多くの牧師先生はおられるんですけども、えー、そのことをきちんとやってるかどうかっていうとを、まあ、つばむのなんですよ。まあ、そういうい中で、まあ あの異色の本が出ましてこの「うんこれ」というね急いで読むと「うんこ」になっちゃうんですけどもそうじゃありません「うんこれだ」とね「あうんうんとうなずいてこれだ」と決めつくまあこれを迷いなくやっていくようにという剛、まあ、先生の書かれた本なんですけど中身はお父さんの権兵衛先生から、まあ、そしてその裏側には私は1986年から もう二十何年付き合いをさせていただいて、えー、私も注ぎ込んできた教えがこの中に入っているというようなことで、まあ、今回紹介させていただいたんですけども、まあ、こういう本を読むとねもう迷いがないんですよ。 まあ皆さん方もどういう奉仕を教会でどんな風にしたらいいだろうかと迷ってるなら「うんこれぜひおすすめでございます」もうすでに読まれて「先生これでした」なんて「うん」とうなずきましたっていう方がありましたけどもまあそのように参考してください。でまあ,あのここでペテロはそのような神様から賜物をいただいているのですから自分としては「 こういうい賜物が与えられているで第1番目は生まれつきのものを神様が精霊によって性別して賜物にしてくださった2番目、えー、超自然的な顧みで、えー、賜物として与えられた第3番目に自分は召されてその指導者の立場が与えられているということです。第四番目にこれらの賜物を見ると 必ずしも牧師とはならないけれども信徒としてこのような指導するとか教えるとか管理するとかまあそういう知恵とか知識ある面でですねまた牧師以上の知恵を巡らすという信徒の方がおられますよね。 まあそういう意味において必ずしも牧師ではないけれど信徒の方の中にもこういう賜物を生かしていくことができるという人々があるということです。まあ、そういういいいことをあの皆さん心得てたただきたいでないと自分よりも説教がうまいとか知識があるとか知恵があるとか統率ができるという人を見ると しししばしば牧師は、ね、競争しちゃうんですねそしていろいろ嫌みを言ったりなんかしてその人が教会にまあ降りにくくなって、まあ、出ていくっていうことがあるんですけどまあそういうことがないようにそれはあくまで政党を整えて奉仕の技をさせキリストの体を立て上げるためそのために賜物が用いられていく。だからここで 注意しなきゃいけないことは絶対でで比べないといととうことですみんなこれは精霊のたまものなんですから神様の栄光のためキリストの体が立て上げられるため伝道されるためでありますのでたまものを与えられてるからといってそれを手柄にしてはならないということ。まさに 他の人とととと物を比べ合うというういいいこははしてなならたなだいい、まあ、それと同時に私たちは1種類の賜物だけでなくてやっぱりねジュースもう1種類の果物のジュースもいいですけれどミックスジュースっていうのも魅力ありますよね。まあそのようにギフトミックスいくつもの賜物が合わされていくっていうことは大事であります。 まあ、そのようにして私たちはあ恵みの良いまあこれは全て神様の栄光のためにそれをしていかなければならないまさにそういう意味において、えー、私たちの生涯の中において第1番目神の真の恵みの核心そして第2神の 誠の恵みのみ実践その実践はいわゆる立派な振る舞い健全な良心そして恵みのたまものの管理者これが実践であると、まあ、ここに焦点を合わせて自分たちの生涯をまとめまた教会に使え伝道に使えていったら最高の人生になるそこで最後の第三の点は4章12節から5章 11節でありますが、4章12節に、えー、2番目の愛する者たちという呼びかけがあります。愛する者たち。 あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけませんむしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさいキリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためですもしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです栄光の御霊すなわち神の御霊があなた方の上にとどまって くださるからです、まあ、このように進めておりますね。でこのところでまず私たちに教えられることは「恵みの完成」ですけどもその完成のプロセス「童貞ということです。それは2つです。一つは苦難の道もう一つは奉仕の道です。 だから私たちが恵みを完成してもらおうと思うならば二つの道を通る一つは苦難のいわゆる苦しみの道もう一つは奉仕仕えていくという奉仕の道であるで苦難の道は12節から19節奉仕の道は5章の1節から5節でありますで苦難の道を見てみましょうまずその苦難はね 預かれば預かるほど一層喜びなさいとあるんですよ。で苦難ということを見るとこのヤコブの手紙を見てみますとヤコブの手紙の一章ヤコブの手紙一章二節私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時は「 いつもこの上もない喜びと思いなさいとそして3節あなた方が知っている通り信仰が試されると忍耐が生まれますだから「試練苦難」というのは信仰が試されるよく「心身」って言いますよね「心見心が見られる」本当に私たちのの内側の 心が試練によって見られる明らかになってくる本音がそこに現れてくるということですよねそしてそれを1回2回と繰り返すことによって忍耐が生まれるそして4節その忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。 梶川先生を通して二学期の御言葉のおすすめがありました「成熟を目指しなさい」「皆さん成熟を目指すなら苦難を受けてください」「一回二回じゃなくて何回もええー、マジー?」って「マジだ」そうするとあなたは訓練を受け何一つ欠けたところのない成熟なものになるといやーこれはチャレンジですね。 この2学期が終わった最後の時に何一つ欠けたところのない成熟したものとなりましたねと校長先生から言っていただけるように主の皆によって祝福いたしますでここでは「死ね」「試練」というものをそのように私たちが受け入れなさいと読んでますねそしてこの第一ペテロの4章の中において「キリストの苦難」と言ってます 皆さん、今日既に見てきたようにキリストの十字架神様にお任せして神様に依存して死んで生きてそして苦難の思い切った犠牲を払い思い切った御心に集中したそれがイエス様の十字架ですね。こののキリストの苦難です だから全ての苦難がすでにキリストが味わっておられるという苦難と理解してください。私一人だけではないあなた一人だけではないすでにイエス様がこの苦しみを通っておられるんだ一緒にイエス様が追ってくださってるんだというふうに受け取りなさい。キリストがそのようにして私たちに苦難を与えてくださるとすれば。 誰も恨むことがない本当に集中することができますよね。でそのようにして私たちは苦難の道を必ず受け取っていくしかもこの苦難の道を私たちが歩む時にですね不審に思ってはいけませんだから苦しみが来た時に「どうして?」と言ってはならない。なぜ苦難には目的があります。 それれはもっとキリストらしくすするためこれが目的です第二に苦難には目的だけなくして関係がありますそうです苦しみに預かることによってキリストとの関係がより深くなるんですそして苦難には特別な祝福があります ここで何が書いてますか栄光の御霊すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです苦難を通してこのキリストの栄光の御霊が私たちに充満される皆さん端的に精霊に満たしてください言うなって言うんだそれならば苦難をしのべ1回2回ではない苦難を通して栄光の御霊が宿るんだって 皆さん私たちがもし苦しみがやってきた時にそれを避けるとしますそうすればその苦難でしか出来上がらないものに私たちはなれないということです苦難を通ったからこそ出来上がったその神様の作品があるわけ神様はそういう作品のものに私たちをしようとして苦難を通すわけ。 それを私たちが受けないとすればせっかくの神様の成熟の目的を果たすことができないでいるということですどうか皆さん私たちはそういう意味において苦難には目的がある苦難には関係づくりがあるそれによってもっとイエス様が深く関係づくりに入っていく第三に苦難には達成すべきこの究極的な聖霊の満たしがあるんだ まあそういうことを通してピテロは苦難の道を歩んでいきなさいそうすれば「恵み」は完成すると言っているわけですよね。17すそれがまず私たちから始まるとすれば神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。ですから19節神の御心により苦しみにあっている人たちは 善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい不思議なことですけども世界で最も一流し成長している教会は中国の家の教会ですもっともっと厳しくなっていますでもそういう中の教会が世界中のどこよりも成長している これは真実な証ですね、まあ、このようにして、えー、ペテロはあ「恵みへの完成の」のまずプロセスは苦しみの道だ。アメン第2番目に「五章」の一節から「五節」。その完成するプロセス、「童貞」は「奉仕」の道である。「五章」の一節から「五節」。私はあなた方のうちの長老たちに、 同じ長老の一人としてキリストの苦難の承認やがて表される栄光に預かるものとして進めますまずここでペテロは一生一節を見るとねはっきり言い切ってますよねイエス・スキリストの使徒ペテロでもこの五章の一節では人は使っていません長老の一人です そこにペテロのへりりくだがあります彼は傲慢になって「イエス様を絶対裏切りません」と言い切ったしかしその彼は3回キリストを拒んだんです本当にペテロは喧騒を学びました自分というものはそういうものなんだだから自分ではないキリストを100%でまあ ペンテコステで精霊100%になったまあ、そういう姿勢をペテローこコで私も長老の一人です奉仕者は第一に謙遜を身につける必要がここであります長老の一人ですそしてキリストの苦難の証人、やがて表される栄光に預かるものとしてけれども私たちはその 奉仕の先には神様の素晴らしい神様のご計画がそこにあるということなんですねで、このレジュメの20ページを開いていただくとそこに説明があります謙遜の奉仕それは神が召してくださったで、ペテロよあなたは私を愛しますか 三回イエス・キリストを知らないと言った彼に復活されたイエス様はペテロに「私を愛しますか?」「はい愛します」「もう一回あなたは私を愛しますか?」「愛します」「三度目私を愛しますか?」「あなたはご存知です私はあなたを愛します」そこで最小目「あなたは私の羊を飼いなさい」こう言いましたね。 まささに神様から召されているだから私は使えていくんだどうかいつしか私たちは神様に使えるために召されているのに自分がお山の対象になったかのようにそして教会のリーダーとなって自分がさながら最高の力あるリーダーと思い違いをする人がいる。 私たちはペテロと同じようにいつでも私の主はこのお方であるということを心得ている必要がありますある教会の役員会のお部屋に誰も座らない椅子が一つあります僕先生はその隣に座ります先生どうしてこの椅子はこれはイエス様の座るところです、まあ、そういう,う教会がありますそういうい姿勢の 現れている教会は本当にいつでもこの教会の頭はイエス様ご自身だという意識を与えますねまとまりがありますまあ役員会もいい争いがなくなりますね俺が俺がというところを増長したならば大変ですね二番目このあなたがとのうちあれそうですね、えー、やがて現れ 表される栄光に預かるものとしてまあキリストの苦難とともに栄光に預かるでその時にキリストの栄光の目撃者である、まあ、イエス様は12人の弟子たちが手元に招かれましたけど何かあると3人の人だけ連れて行ったんですね山に登りました3人ヤコブヨハネペテロ。で、この、 3人の目の前でイエス様が祈っておられると栄光の姿に変えられたんですねまさにこれを見たということは人であるけど神であるこのイエス様の変貌これを見たということはねすっごい力になったんですよ私たちの教訓です皆さん方が祈っている中でイエス様っていう方が 人であると同時に神であるという。そういうイエス様の姿をありと、このありありと見るという祈りの経験が必要ですね。バプテスマの後、イエス様が。自ら挙げられて祈っておられると、天が開けて鳩のようにま精霊が下ったとありますね。私たちも天が開かれてイエス様という方が。 人の子ででああるるけど神であると、まあ、こういう姿をありありと目撃するほどだから後でペテロはですねもうそんなことは言ってはならないと言ったけど私が見たこと聞いたことは話さなければなりませんと言ったんですね見るということはねそれほどあなたを決定づけるんですよどうか皆さん方の祈りが天が開かれますように主の皆によって祝福します そして栄光の分与者それだけでなくてキリストが現れるお方再臨される時私たちはその栄光に預かって神様から善かつ中なるしもべをよくやったとその栄光を分与していただけるものだペテロはそれを確信しましたまあへりくだったしもべに神様はこのような扱いをしてくださいます。 もう一つは奉仕の道というのは五章二節ここに羊を飼うあなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい強制されてではなく 神に従って自発的にまた卑しい利得を求めてではなく心を込めて世話をしなさい割り当てられている人たちを支配するのではなくむしろ群れの模範となりなさいそうすれば大牧者が現れる時にあなた方は渋むことのない栄光の冠をいただくことになります。ここでで羊羊を飼うそれはは自発の奉仕ですね羊は 非常に迷いいやすい愚かなものだと言われますそれに比べてヤギは賢いいらしいですある時ビリー・グラム先生が、まあ、ヤギの子供を自分の家で買ったってでもだんだん大きくなるとなかなかヤギは賢くってですねあの先生の言うことを聞かないようになったそこである時車に乗せて ずっと今まで行ったことがないような山奥に行ってさああなたはここで自由に生活しなさいって言って自分たちは帰ってきたんですよところがなんと家に帰ってきたらヤギがちゃんとここにいるんですよそれほどヤギは賢いですね羊は迷いやすいでもヤギは賢いまあ、ですから羊を飼うということは 本当に迷いやすい弱いあんまり賢くないそういう羊を飼いなさい。牧会者っていうのはそういうの。もう分かってるでしょ。私は何回この聖書から信徒はこうあるべきだとお話ししてきました。なんであなたはそうならないんですか。これは羊という使命を忘れてる。<laughs> 羊なんだ。分かんない。言っても分かんないっていうのが羊なんです。 <laughs> それを私たちはねこれだけ言ってるから言った方は覚えてるんですよ言われた方はその都度忘れてるんです <laughs> えそういうことを聞いたんですかというような感じでねえ <laughs> そう言うだけですよ羊を導くっていうのも手間がかかります迷ったならば見つけ出しに行かなきゃならないそして見つけ出して守っていかなきゃならない外敵がやってくる。 また羊が弱ってる時本当に回復させていかなきゃならない。で「羊の回復」っていう中であ,のある本があります。でそれはちょうど令和というのは何か説明をして聖書のお話をしている中で 令和が生えることによってそこにお部屋が窓のないお部屋に窓をつけるようなものでホッとするということでその中に書いてあった話なんですがある一人の姉妹が自分の子供を亡くした悲しい思いを持ってスコットランドに旅をしましたそうしたら羊を飼っているその牧場に行きました。そうしたら なんか章大事に一人のその羊飼いが羊を抱きかかえてるんですよ。えー、どうかなさったんですか?」って言ったら「いや実はあこの羊は私の言うことを聞かないので私は思いっきりね足を追ってやったんですと」と、えー、それで今しばらく何にも彼はできないから、ね、食べること動くこと、えー、みんな私が抱えておるんです。 でどういう意味ですかって言ったらこの子は本当に言うことを聞かないそこで私は足を折ってそして全部私が丸がかえでやることによって私の羊飼いの私の気持ちが汲み取れるようになるだから折ったところはかえって後になって治ると前よりも強くなると言われますよ骨折したところはかえって 骨が折られたところが治るとかえって強く固まると言われているんですけどそういうことを聞いた時に「あそうだったか神様が私の子供を先に天に取られたということは私を強くするためにこのような試練を与えておるのかということをね学んだ」という話があったんですけどああ思い当たることがありますね。 ああいう辛いことこういう悲しいことこういうことを私の身の上に神様が引き起こしてかえってそのことを通して自分を強くしてくださるためなんだな、まあ、回復させるため「こんばんはですね、えー、久しぶりに持たれる祈りと賛美の時にメッセージを30分と言われました。 人の働きの参照二十節から「主の見舞いから回復の時が来る」というテーマでメッセージさせていただきます。まあ、この「回復」という言葉はですね「更、え、新、ー」行進とかあ「強める」とかあまたは「リバイバル」とか、まあ、そういうふうに訳されておるわけでありますけども、まあ、このように振るわれて私たちは制約を受けてきましたけれども主の見舞いから回復の時が来るということは大きなまあ 私たちへの励ましになると思いますこうごご期待でございます、ねまあそしてこの羊飼いは羊とヤギを分けてまあですからなぜ分けなきゃいけないかっていうとヤギの方が賢いから先回りしておいしいところを食べてしまうわけですで後になって羊を連れて行ってももう食べ尽くされた後になってしまうだからヤギと羊と分けなければならない。まあ、最終的にも 本当にまことのイエス様から招かれていなかったはずの人々が何か似て非なる格好だけはイエス様と言ってるかもしれないけど本心から変わっていない人それはヤギの存在ですねそれを最終的には分けてしまうそしてそれがいわゆる自発の奉仕ですね。第一は奉子は謙遜の奉子第二は自発の奉子 そして五章三節の前半は割り,当てるああ割り当てられている人たちを支配するのではなくむしろ群れの模範となりなさいいわ,いわゆる私心のないそして三節の後半模範の方針そうするならば四節しぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。神様は 素晴らしいい栄光の奉仕に報いてくださるわけでかし、ねまあ、このように私たちが完成を目指していくとすればその道筋を私たちは歩んでいかなきゃならない一つはいわゆる犠牲苦難の道もう一つは奉仕の道そういう奉仕の道を歩んでいくならば第2番目にこの五節 6節から10節の中で恵みの完成の保証が言われておりますその中で人間的な方面と神様の方面が記されています5章の6節から9節は人間的な方面です完成していただくためには人間の方でまず6節ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい 神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。だから私たちの側で感染していただくために第一は力強い見ての下にへり下ること第二七節あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからです思い煩いっていうのは英語で w o r r って言うんですよだから悪いんだね だから <laughs> 悪いと知って悪いしてしまうんですけどもだから佐々木弁護士がよくトラクトを書いて「ドンと悪い」というね「思い患うな」というトラクトを出しておりますけどもそのような思い患いを一切神に委ねなさい。第3番目それは8いあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを良い悔い」あ 尽くそうとしてし探し回っていますですから目を覚ましていなさい第4番目旧節。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさいご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのですまあ、そのようにして私たちは人間の側では神の力強いミティにもに油断減り下る 一切ををねる目を覚ますそして悪魔に立ち向かっていくそうすると今度は神様の方で何を保証してくださるか五章の十節あらゆる恵みに満ちた神」そうですこの神様はあらゆる恵みに満ちた神様なんですよだから私たちがたとえどんな必要があって「神様このことをお願いします」と言っても「 あらゆる種類の恵みを持っている神様ですからどんな帰り身もすることができるんですね神様にもう分かりませんということはないんですねみんな分かってくださるだから皆さんのどんな事柄についても神様は答えることのできる あらゆるる恵みに満ちている神様ですね。もう満ちているって言うんですからあの夏のお菓子の中に洋うがチがじっと入って丸くそこにセロファンで包んでいるお菓子がありますよ。針でもって一瞬にしてプ避けて <laughs> 美味しいその水羊羹が食べられる。 満ちてるからです満ちていないと空してもですねただ穴開くだけで開きません満ちてるから <laughs> 話すだけでごめんなさい <laughs> <laughs> まそういう神様はなんとそういう方ですからあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き去った神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で 回復させ固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます前の訳ではね完全にするギリシャ語でカタ,カタルティゾーという言葉が書かれていますすなわち整えるまたは回復させるね。ここではあ、回復させると書いてあります完全にする そして2番目ここで固く立たせるこれはステーリゾウステーリゾウというギリシャ語が用いられておりますがこれは強めるという意味です先ほども言いましたが骨折したところが治るとかえってその骨が強くなると言われておりますがそのように固く立たたせていただけるそして第3番目がここで強くする。 これはギリシャ語で「捨てーのーそういうことは「捨てないぞ」という「捨てのーというねこれは「力でいっぱいにする」アンパンマンムキムキムキって <laughs> もう体型から見てもうわ力で満たされてるね強くするそして4番目不動のものとするこれはギリシャ語で「テメリオーテメリオー という言葉がありますがこれは本来は土台がしっかり据えられているから動かないということですねまあ、まさにこのようにして神様は私たち一人一人に、えー、完全にする固く立たせる強くする不動のものとすると言ってくださるんですよしかも神ご自身がしてくださる神ご自身が そうしてくださいそのゆえにこのようにして「恵みの完成は保証されると間違いなく達成されるそして最後に五章の十節の中に「恵みの完成の達成が完全成就がここに言われていますすなわちなぜならば神様はあらゆる「恵みに満ちた神ですしかも キリストによってと書いてますよねキリストにあってと書いてますキリストは誠の神と私たちの仲介者ですから間違いなくしてくださる。しかも永遠の栄光の中に招き入れてくださった神様ですからまあ、神様の方から私たちをこの世から選んでそのように導いてくださってるんですから最後まで全くできなかったら 招いた神様の責任ですよそういう意味において神様ご自身が全責任を感じて私たちを招いてくださいましただから神様がそのことをしてくださいますそして最後にこのようにして神様が私たち一人一人を不動のものとしてくださいますように神ご自身がしてくださいますように。 えー、こういうところに着眼するならばああ神のまことの恵みは達成されるんだ確かにそうだもう私たちは安心してこのお方に従っていったらいいわけですよねだから結びの言葉はこの十二節です。 忠実な兄弟として私が信頼しているシルワノによって私は簡潔に書き送り勧めをしこれが神の誠の恵みであることを明かしましたこの恵みの中にしっかりと立っていなさいと、ね、このこの恵みの中にしっかりと立っていなさい立ち続けていなさいと言っています。まあ このようにして第一ペテロが完結いたしました今回は第二のペテロのレジメも用意させていただきましたがまた次の機会に譲って学びをさせていただいたらと思っておりますまあ今回も足りないものでございましたがこのように皆さんとともに第一ペテロの手紙を紐解き込んできて 本当に私も幸せでございますハレルヤあなたの皆を賛美いたします今回もこのようにして成熟を目指せなさいとお勧めの言葉をいただいて二学期が始められまた第一ペテロの手紙を通して神のまことの恵みということを確信して実践して完成まで導いていただけることをありがとうございますいよいよイエス様100%で聖霊100%で御言葉に基づいて恵みに徹します これらをどうぞあなたがこのようにして開いて一人一人を全うしてくださることを信じます召してくださった方は真実ですから必ずそのことをしてくださいますありがとうございます続いての学びをもってこの二合気を全うさせてください主よあなたとなるあなたの油注ぎをもって我らをあなたが一番納得され喜ばれる姿にまで 引き上げてくださいますようによろしくお願いいたしますそうしてくださることを信じ期待してイエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたしますアメンありがとうございました感謝しますまた次の機会をよろしくお願いいたしますえま質問はお食事の時とかあその交わりの時にどうぞありがとうございました感謝します